日本を旅行中、原宿にあるラテアートカフェ、リシューにて、お気に入りのキャラクターのラテアートをしてもらった外国人さん。日本にある、どんなキャラクターも、コーヒーに描いてくれるというコーヒー屋に行ってきたよ。